次に高井隆志君。はい、国民民主党無所属クラブの高井でございます。ですね、まあ、私は午前中の寺田委員の議論を聞いててですね、まあ、ちょっと本当に、大きな問題だなと感じました。まあ、私もまあこの間この少年法自体はね、賛成する部分も、まあ、反対する部分もあるんですけれども、やはりこのスイッチ報道のところはですね、非常に私は大きな疑問があります。まあ、なぜですね、まあ、ちょっと法務大臣いなくなっちゃったけど、なぜここまでね、法務省がね、報道の自由をね、そんなに大事にしなきゃいけないのかと思いますね。まあ、正直この委員会でもやりましたけど、まあ、報道の自由というのは国民の知る権利と裏腹ですけど、まあ、例えば検察官の、ね、定年延長の解釈変更は国民に周知しなくてもいいなんていうね、答弁をされる法務省がね、なんかこの話になったら急に報道の自由が大事で、少年の保護よりもね、大事だっていうのは本当に違和感を感じます。まあ、特にですね、まあ、私も何度かここで取材に対するね、検察、まあ、それから今日警察にも来ていただきましたけれども、やっぱりその捜査情報とかね、まあ、あるいは起訴の情報っていうのは、まあ、人の命に関わるわけですよ。自殺する人だって出てしまいかねない。で、一方で、じゃあ国民は、ね、何を知りたいかっていうと、私はね、そこはなんて言うんでしょうね、その捜査の途中の情報をそこまで知りたいっていうのは、私はちょっとね、やっぱり興味本位というかね、好奇心というかね、まあ、そういう部分がやっぱり私が結構あるなと思うんですよね。で、そう考えると、そこの部分を事前に国民の皆さんにね、知らせる意味というのはどれほどあるのかということを強く疑問に感じます。まあ、その中で、まあ、ちょっと具体的にまず刑事局長にお聞きしますけれども、まあ、この間も聞いてきましたけど、検察官のね、まあ、捜査に対する、まあ、起訴の時のね、まあ、いろいろ、まあ、報道の自由があるから取材を受けるのはいいですよ。しかしそれをね、どこまでしゃべるかっていうのはね、まあ、どういう考え方に基づいて、まあ、やっておられるのか。まあ、それから、今回スイッチ報道禁止の解除になりますけど、まあ、そのこととそのことによってそのスタンスに変わりはあるのか、まあ、そのことを教えてください。川原刑事局長。お答えを申し上げます。一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、検察の活動を国民に正しく理解していただくために、国民の知る権利、あるいは報道の重要に重要性の重要性を念頭に置きつつ、報道機関に対し対外的な事件候補に当たっているものと承知しております。で、まず委員のお尋ねは、一つ目にどういう基準で考えてやっているのかということでございます。これにつきましては、捜査に関する取材対応、あるいは事件候補、捜査に関する取材対応を含む事件候補にあたりましては、刑事訴訟法47条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに関係者の名誉、プライバシーへの影響、および将来のものも含めた捜査後輩への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。で、2つ目のお尋ねは、今回、スイッチ報道の一部解除ということになったときに、その部分が変わるのかということでございます。で、現在もその少年事件というのがございまして、現行の少年事件に関しましては、スイッチ報道を禁止する少年法61条の趣旨をも踏まえ、検察当局は、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、本人を推知することができる事項を含まないように、留意をしているものと承知しております。で、本改正によりまして、18歳及び19歳の時に犯した罪により公判請求された場合には、スイッチ報道の禁止が一部解除されるわけでございますが、検察当局においては、個別の事案ごとに、先ほど申し上げた刑事訴訟法47条の趣旨を考慮して、公表するか否かや、公表する事項および方法を判断することとなりますが、その際、数値報道を禁止しないこととする本改正の趣旨を踏まえた上で、適切に対処するものと考えております。高井隆志君。ちょっと分かりにくかったですけれども、まあ、ちょっと最初に言ったことは私は気になりましたね。その検察の、まあ、なんていうか、方針みたいなね、を国民に知ってもらうと。まあ、これはもうちょっと深読みすれば、まさに警察のやってる正しさをね、知ってほしいみたいなね、
やっぱ そこがなあるんじゃないですかね。だからあの検察がやってるのは正しいということを国民に、まあ、ある意味こう知ってもらうというか誘導するためにね、その自分たちの都合のいいタイミングで情報を出すというふうにも受け取れますよね。あのこれ警察にも同じ質問してますけど、警察はどういうスタンスですか。警察庁檜垣長官官房審議官、桜沢長官官房総括審議官。お答えいたします。警察としては、事件にかかる報道発表については証拠未報、都道府県の個人情報保護条例刑事訴訟法等にのっとって行っており、都道府県警察において、公表することによって得られる公益、関係者のプライバシー等の権利利益、公表が捜査に与える影響等個別の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否やその内容について組織として判断決定しているところでございます。ご審議していただいている少年法改正案の規定が施行された場合であっても、警察においてはこれまでと同様で、この考え方については同様であると考えています。なお、少年事件に限って申し上げれば、推奨報道の禁止規定が適用されなくなるのは、対象となる少年事件の公判請求後であることから、これを前提とした対応を取ることになるものと承知しております。高井隆君。いや、ちょっと警察も気になる答弁でしたね。公表することによって得られる公益って何ですか。捜査情報を公表することによって得られる公益とおっしゃったんですけど、具体的にどんなのがあるんですか。警察庁桜沢長官官房総括審議官。お答えいたします。事件の中には同一犯人によって同様の犯罪が行われている場合もございます。そういったものについて事件公表することによってその被害の申告、そういったものをさらにきちんと警察の方に通報していただくというようなこともございます。そういうことを含めて警察としては公益性を考えてまいります。高井隆君。はい、まあ、それは理解しますけれども、まあ、しかしそこをね、やっぱり拡大解釈してるんじゃないかと、つまり公表して公益に資するんだということでね、どん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 公表してしまってやしないかということを私は非常に危惧するわけですけれども、じゃあこれはあの今度検察警察両方聞きたいんですけれども、今おっしゃったような、まあ、それが私は正しいとは思いませんけど、そういう方針をね、その全国の、まあ、検事、まあ、あるいは警察、まあ、警察の方がねもっと数多いと思いますけど、そういうふうにどういうふうに伝えてますか。川原刑事局長。お答えいたします。あの検察当局におきましては、あの先ほど申し上げましたように、検察の活動を国民に正しく理解していただくために個別の事案に応じて幹部検察官が事件公報の対応を行っているものと承知しております。で、その幹部検察官が事件公報を行うにあたりましては、先ほど申し上げましたように刑事訴訟法47条の趣旨を踏まえまして、その内容を慎重に判断しているところでございまして、事案によりましては、その上司、あるいは上級長と協議するなどして、適切な事件公報が行われるように努めているものと承知しています。警察庁桜沢長官官房総括審議官。お答えいたします。事件にかかる報道発表については、都道府県警察において、個別の事案ごとに総合的に関して発表の適否やその内容について、組織として判断、決定しているところでありまして、報道発表を行う際には、個別の警察官が行うのではなく、幹部職員、またはその者が指定する者が当たるというふうに内部規定でしております。なお、警察庁においては、これまでも都道府県警察の広報担当者に対する研修等を通じて、事件に係る報道発表が適切になされるよう指導しているところ、引き続き指導に努めてまいりたいと思います。高井隆君。いや、ちょっと警察にはもう一回聞きたいんですけど、私、報道発表のことを言ってるんじゃなくてですね、取材ですよね。特に警察はものすごい多いですよね。私も地方勤務、岡山県庁で働いたことありますけど、まあ、聞いて、まあ、県の課長でしたけど、私のところに来るなんかよりも、県警の、まあ、県警だと課長よりもっと、ね、その部下の方とかに夜打ち朝がけ、まあ、最近はずいぶん減ったと言いますけど、まあ、でもいろんな記者の方と聞くとね、もうとにかく警察の、まあ、警察のクラブっていうのはね、なんかこう別格なんですよ。でそこでやっぱり花形で働いててね、でもうとにかく夜打ち朝がけして情報を取ると、まあ、マスコミはそれ必死ですよ。
しかしそれをね、それに乗ってしゃべるっていうのはおかしくないですか。今の報道、記者発表のはそれでいいですよ。個別の取材に対してはどういうスタンスでいて、それをどういうふうに現場の警察官なりに伝えてるんですか。警察庁桜沢長官官房総括審議官。お答えいたします。捜査を行いにあたりました秘密を遵守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないよう注意しなければならないところでありまして、従来から捜査上の秘密の保持については格段の配慮を払ってきたところでございます。先ほど申し上げました、組織として対応する、あるいは、幹部職員またその指定する者が、当たるということは、報道発表だけではなく取材対応についてもこの旨を徹底しているところでございます。高井隆史君。まあ、本当ですかね。それちなみに規則とか通達とか文書にしてそういうものを出してますか。警察庁桜沢長官官房総括審議官。お答えいたします。私どもは国家公安委員会規則で犯罪捜査規範というものがございます。これは各都道府県警察における犯罪捜査を行う際に、その基本をまとめたものでございます。この中で、今申し上げたような基本的な考え方、そして新聞発表、あるいは取材対応について、こういうものが当たるというものを規定にしてございます。高井隆史君。弱いというかですね、これ、本当に、これね、いい機会というか、少年法を改正されて、水中報道をね、解禁解除でね、禁止解除で、ちょっと一度、検察はもちろんのこと、警察もですね、ぜひやっぱりもう一度、なんていうか、きちんとその警察庁なりの考え方を示してね、それで現場の警察官にまで、それはね、幹部に取材って言ったってですね、報道の方はそうはいきませんから、もう現場の人に聞くんですから。で何度も何度も夜打ち朝掛けされたらね、つい喋っちゃうっていうことあると思いますよ。だから そこをならないようなための、訓練であったりね、せめて通達とかね、そういったものをしっかりやるということがですね、やっぱり私は必要なちょうどいいタイミングだと思いますんで、ぜひご検討いただきたいと思います。今日警察来ていただいてるんで、ちょっと関連してというかちょっと話変わるんですけど、今回20歳か18歳かっていうのが大きなテーマになってますけれども、実は公営ギャンブル、これはですね、競輪競馬競艇オート、これ全部20歳なんですね。であと宝くじ、これはですね、実は法律上の規制はないそうなんですけど、聞いたらガイドラインみたいのがあって20歳で、今回18にするかっていう議論もあったけど20歳でとどめた。それからカジノは、カジノはね、20歳だったけど、カジノに聞いたら、他が20歳だからそれに習ったと言ってました。他なぜ20歳にしているかというと、青少年健全育成の観点、それからギャンブル依存症の観点からだと、みんな揃えてそういう答えでしたが、実は警察が所管するパチンコ、これは18歳ですよね。これなんで18歳なんですか。警察庁檜垣長官官房審議官。お答えいたします。公営競技等につきましては、刑法上賭博行為等が処罰の対象とされていることを前提とした上で、関係する法律の規定により違法性を阻却した上で、一定の規制の下でその実施が認められているものと承知しております。これに対しまして、風営適正化法に基づく規制の範囲内にで営まれるパチンコ営業において行われる遊戯につきましては、刑法第185条に規定する賭博罪に該当しないものと認識しており、そもそも公営競技等とは性格を異にしているものでございます。その上で、パチンコ営業を含む風俗営業につきましては、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と正常な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼすことから、風営適正化法に基づき必要な規制が行われております。その中で、少年の健全な育成に障害を及ぼすことを防止する目的で風俗営業を営む者に対し、
18歳未満の者については営業所に客として立ち入らせることを禁止しております。高井隆史君。なんか健全に行われれば、なんか国民のご楽、なんかね、国民のプラスになるみたいな答弁でしたけど、まあ、そういうと、じゃあ、他の公営ギャンブルとかカジノとかはね、健全に行われてもうダメなのかと、ちょっと深読みしてしまいましたけど、まあ、でも宝くじですらですね、20歳なんですよね、まあ、なんでパチンコで、しかもですね、まあ、パチンコがね、やっぱり、賭博に当たらないっていう、まあ、っていうかギャンブルに当たらないっていうのはね、これ相当やっぱり無理がある話だと思うんですよね。で、まあ、私はそこで聞きたいんですけど、まあ、パチンコっていうのは3点方式といってですね、まあ、私もパチンコやったことありますけど、まあ、玉が出てね、それをかん持っていくと、なんか変なメダルみたいなね、なんかこんなものいらねえやっていうものに変えてもらってですね、でそれを隣にある交換所に行くとですね、お金に変えてくれると。だけどこの交換所とパチンコ店は全く関係なくて、この交換所は古物営業法の許可かなんか取ってて、でしかもこの古物法、この換金所が、交換所が別の流通業者にそのメダルみたいなものを渡して、で別の流通業者が今度パチンコ店と取引すると、まあ、これを3点方式と、まあ、俗に、まあ、パチンコやる人なら誰でも知ってる方式なんですけど、まあ、しかしね、やっぱりなんかおかしいですね、どう考えても。なんでそんなお金の価値も分かんないメダルをね、何千円も何万円も投資してねもらうのかっていうのは普通に考えて、どう考えてもなんかおかしな方式だと思いますけど、なんでこういうわざわざややこしい方式にしてるんですか。警察庁檜垣長官官房審議官。お答えいたします。客がパチンコ営業者から商品の提供を受けた後、パチンコ営業者以外の第三者に当該商品を売却することがあるものと承知しております。風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を商品として提供することや、客に提供した商品を買い取ることを禁止しております。パチンコ営業者以外の第三者が商品を買い取ることは直ちに風営適正化法違反となるものではございませんが、当該第三者が営業者と実質的に同一であると認められるような場合には同法違反となることがございます。警察としましては、こうした違法行為につきましては引き続き厳正な取り締まりを行っていく考えでございます。高井隆史君。まあ、それがだからややこしいわけですね。どう見ても隣にあるところがね、別主体、まあ、パチンコ店にとってもいい迷惑なわけですよ。その換金所っていうのを別に作んなきゃいけなくて、全然別人格だと言ってですね。で、まあ、最近結構ね、すぐ隣なんですけど、昔はね、かなり遠いところまで行かなきゃなかったりね、あと店員に聞いても教えてくれないとかね、まあ、そういうことなんですよ。まあ、非常にだからなんでこんなややこしいことをしてるのかということで、まあ、実はね、これもうこういうのやめませんかというのは政治の側からも今まで検討があるんですね。で例えばですね、これ2005年、ずいぶん前ですけど、民主党の娯楽産業健全育成研究会という、まあ、議員連盟ですね、まあ、ここでですね、パチンコ営業に関する法律の試案として、遊戯場営業の規制および業務の適正化に関する法律案大綱というのを発表したと、まあ、これパチンコの業界誌ですけど、で事務局長がね、まあ、従来の風的法の枠からパチンコを外すこと、3点方式の換金システムをクリーンな形にすることの2点に集約して、新しい遊戯新法の枠組みを作ったという、まあ、野党ですね。でそれから今度は与党ですね、自民党、これ2014年8月19日の報道ですけども、まあ、自民党の時代に適した風営法を求める議員連盟 ではですね、まあ、議連は、パチンコ業法などの新法制定か、風営法改正によってパチンコ店内での換金を合法化する案や、店内の景品交換所を公益法人化する案などを検討していると、まあ、議連幹部はパチンコ税を社会保障財源として目的税化し、地方税にすれば数百億から数千億の税収が認めると、加算をしていると。私はこの税目的というのはね、ちょっとどうかなと、まあ、そうすると業界も反発するわけですけど、まあ、税目的じゃないとですね、実は最初の民主党の方は、これ、パチンコ業界もぜひやってくださいということで、議連で議論が進んでるんですよね。私はもうこの際ですね、さっき言った3点方式みたいに、どう見てもおかしい方式はやめてね、まあ、きちんと
まあ、パチンコも賭博に位置づける必要はあるんでしょうけど、それで監禁化するという方がすっきりすると思いますけど、そういう法律を作るという考えはありませんか。警察庁檜垣長官官房審議官。パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われております。当該規制の範囲内で行われる営業につきましては、賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識しております。高井隆君。切れ鼻くくった答弁がずっと続くんですけども、これですね、法務委員会、平成23年10月25日、自民党の棚橋委員がこういう質問しています。この議連の主目的は、パチンコ店内での監禁を認めることを法律上明記する、パチンコのこれは区議調整というんですが、パチンコ店の自由裁量として、警察の市場対象から除外する、所管を警察庁から経済産業省に移す、警察による調査を簡略化すると、これが、目的じゃないかと、棚橋さんは言ってるわけです。これそうなんじゃないんですかね。つまり警察が所管しておきたいと、風営法の範囲内であればね、ということが私は一番の目的じゃないかと。でそれなぜそう思うかというとですね、全国の都道府県の遊戯協同組合、皆さんの地元にもあってお世話になっている方もいると思いますけど、私も岡山の方と、存じ上げてますけど、専務理事も事務局長も警察出身者です。私の感じはですね、全国47都道府県全部そうじゃないかと思ってるんですけども、この全国の遊戯業組合の事務局長専務理事、何人いて、そのうち警察出身者は何人ですか。警察庁檜垣長官官房審議官。都道府県の遊戯業協同組合の専務理事、事務局長につきまして、警察出身であるかどうかにつきましては、私どもの方では把握はしておりません。高井隆君。どうして把握できないんですか。警察庁の所管だと思いますけど、遊戯業組合。檜垣長官官房審議官。風俗営業ですので、確かに所管業ということにはなるかと思いますけれども、その事務局長や専務理事がですね、どういう方かということについて、私どもの方では把握しておりません。高井隆君。これ、再就職者はあれですよね、公表してますよね、政府全体でね。それ調べろって話かもしれませんけど、実はね、これね、からくりがあってですね、都道府県はね、公表してないんですね。だから簡単には調べれないんですよ。ですけど、これ国会でこうやって質問になって重要なテーマですから、これ、警察庁が今すぐ分かんなくてもですね、47都道府県に連絡すればね、各都道府県は分かってるはずですから、それ調べていただけませんか。警察庁桜沢長官官房総括審議官。お答えいたします。警察庁では、国家公務員の再就職状況については国家公務員法の規定の範囲において把握しているところでございます。一方、地方公務員である都道府県警察職員の再就職については各都道府県がその判断により、条例で一律の規制をしているものと承知しておりまして、警察庁は関与する立場ではございません。警察庁には個別の都道府県警察職員が、再就職の状況というのは把握しておりませんけれども、警察職員の再就職については、関係法令による規制を遵守し、また当該職員の再就職によって、警察要請の公正性が行われたことが必要と認識しており、警察庁として、引き続き職員や都道府県警察に対する指導は行ってまいりたいというふうに考えております。高井隆君。ちょっとこれは、理由になりますかね。やっぱり、こうやってテーマになってるわけですよ。で調べれば、分かるはずですから、これ、ここで何度聞いても答えないでしょうか。これ委員長、提出するように協議していただけませんか。五国理事会で協議いたします。高井隆君。それでは、私の感覚ではね、多分ね、全員そうじゃないかなと思うんですけどね。逆に違うっていうなら違うって今言っていただければ違うことが判明しますけど、
答えないんだったら全員そうじゃないかと、全都道府県そうじゃないかと私は推測してますけど、まあ、なんでじゃあこの遊戯王組合にこんなに警察出身者が再就職しているのか、その理由を教えてください。桜沢長官官房総括審議官。お答えいたします。先ほどもご答弁したとおり、警察庁、すみません、警察庁においては、個別の警察職員が再就職を行った理由については、把握はしておりません。ただ、先ほど申しましたとおり、一般論として、警察業職員の再就職によって、警察行政の公正性が損なわれることのないことが必要と認識しておりまして、各都道府県警察に対しても指導を行っているところでございます。高井隆君。まあ、これ、私の結構動画で皆さん見てますからね、答えないと本当にみんなそうだと思いますし、まあ、そうだとみんな思ってるんですけど、まあ、そうじゃないならせめて何割半々だとかね、なんか言ってくれればいいと思いますけど、まあ、すみません、まあ、あまりこれ以上、もう少年法の時間がなくなるので、まあ、今日はこのくらいにいたしますが、また引き続き取り上げたいと思います。それではですね、少年法、ちょっと時間も短くなっちゃったんですが、先日、家庭裁判所を訪問させていただいて、大変勉強になりました。その中でですね、まあ、当日もお聞きしたんですけど、審判不開示と不処分というのが、まあ、約6割ぐらい。いるわけですけれども、まあ、これがちょっとこう今6割ですけど過去10年ぐらい見てどうだったのかということと合わせてもう一問聞きますけど、まあ、その審判不開示や不処分となった方っていうのは、まあ、そのまま社会に戻っていくわけですけど、そのなんかアフターフォローみたいのはあるんでしょうか。最高裁判所手島家庭局長。お答え申し上げます。家庭裁判所の一般保護事件、これは少年保護事件から道路交通保護事件を除いたものということになりますが、これにおきます宗局総人員のうち審判不開示、それから不処分が占める割合は平成23年には 66.1% でありましたのが、令和2年、これは速報値になっておりますが 58.6% となっておりまして、過去10年間の動向としてはまあ減少傾向にあるというふうに認識をしているところでございます。それからもう一つお尋ねになりました、まあ、アフターフローというところでございますけれども、少年事件につきましては家庭裁判所に送致された後、少年が自らの非行及び問題性に向き合うとともに、その環境が改善されるように調査官による調査、それから保護的措置、また事案によりましては審判を開始した上で、裁判官によって審判期日においてといった形でさまざまな働きかけが行われまして、その結果再非行の可能性の観点からあえて審判を開始するまでの必要はない、もしくは保護処分に付すまでの必要はないということで審判不開始または不処分の決定に至る場合がございます。こうした家庭裁判所における手続き自体が少年の健全育成に一定の効果を有するところというふうに承知をしておりますが、手続きの性質上これらの決定がされますと事件は終局するということになりますので、その後において家庭裁判所が少年に対して何らかの働きかけを行うということはございません。高井隆君。はい、まあ、本当に家庭裁判所重要な役割を担っていただいていると思うんで、まあ、このアフターフォローとね、まあ、あと、まあ、ちょっともう質問時間ないんですけど、裁判官もね、まあ、なんか家裁と地方裁とか、まあ、行ったり来たりであんまり専門的にずっとやってるっていうことじゃないそうなんで、私はまあちょっとね、畑みたいのが家庭裁判所畑みたいな人がね、もっといた方がいいんじゃないかなと思いましたので、まあ、それはちょっと提言として申し上げておきます。じゃあもうあと最後の質問だと思うので、大臣にちょっと大臣離席されているときにですね、ちょっと話したんですけど、やっぱりこの報道の自由をもう法務省はちょっと重視しすぎじゃないかと、さっきの寺田委員の質疑を聞いててですね、本当に思いました。まあ、特にですね、これやっぱ犯罪情報とかね、捜査上の情報というのは人命に関わる問題ですし、まあ、私はやっぱり好奇心とかでね、国民が知りたいことにね、その安易に答える必要は全然ないと思いますし、ましてはこの SNS の時代でどんどん、これはもう18歳19歳に限りませんけど、まあ、そういったことを考えるとね、やっぱりこの報道の自由とのバランスをね、どう取っていくかというのは非常に重要なテーマだと思いますけど、最後に大臣のご見解をお聞かせください。上川法務大臣。
一律に垂直報道を禁止するということで、今回インターネット上での多くの情報が流通している現状の状況を踏まえての上でも、まあ、今回責任ある主体としての立場、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解信頼の確保の観点から適当ではないということで、まあ、垂直報道のについては解除するということに決めたところでございます。まあ、今報道の自由とそして個人のプライバシー、さらに SNS の時代でございますので、そういった社会環境あるいは経済の状況、さまざまなことをやはりしっかりと考えていかなければいけないということは委員ご指摘のとおりだというふうに思います。この問題は本当にエマージングというか状況でございますので、この点につきましては法務省としてもしっかりとフォローしてまいりたいというふうに思っております。高井隆君。すいません、5分間違えてまして、まだ3分ぐらいありましたのでですね、ちょっと同じ質問をじゃあ刑事局長にも聞きたいと思います。まあ、さっきからの、ね、答弁聞いてて、まあ、報道の自由報道の自由ってね、やっぱりこっちで聞いててですね、少年法と報道の自由どっち大事なんだよと、やっぱりそこのバランス、まあ、バランスなのは分かりますよ、バランスは分かるけど、しかしやっぱりバランスを失してるんじゃないかというのが我々の見た感覚ですので、まあ、改めてですね、やはりその少年、まあ、少年法だけじゃないです、もうその刑事事件全般をね、やっぱり所管する刑事局長として、この報道の自由というのはもちろんありますけど、しかしさっきから言っているように興味本位でね、知りたいとかいうことに対してね、答える必要はないし、でそれに対してやっぱりそれだけのじゃあ公益がねあるのであればいいですけど、まあ、現実そうじゃないケースも多々見受けられるし、あるいは検察や警察がね、こう捜査を正当化したいというために情報を提供しているとしか思えないような例もありますので、まあ、ここはね、ぜひ刑事局長として最後にビシッとこう答弁をしてですね、今後の決意を示していただきたいと思いますが、お願いします。河原刑事局長。お答えを申し上げます。委員はその報道の自由とそれから検察のまあ広報の在り方ということでお尋ねだと思います。でそれはまさに委員の本日の質問の最初にお尋ねになったこととの関係でございます。要するに事件広報に対してどう向き合うのかということでございます。で午前中も答弁をさせていただきましたように、報道の自由というのはまさに憲法上の重要な人権として位置づけられているものでございます。でこれに対して、まあ今回の垂直報道の禁止というのはの一部解除というのは、それに対してどういう法を作っていくかということで、これも午前中申し上げましたが、憲法を頂点とする全体の法秩序の中でどのような法を組み立てていくかという問題だろうと思います。で一方今委員がご指摘の点は、その個別に検察が事件に関する対応をするときにどうするかということでございまして、これはこれも最初のご質問にお答えしました、まさに刑事訴訟法47条の規定がございまして、それにのっとって適切に対応しているというところでございます。高井隆君。まあ、そういうことが聞きたかったんじゃないんですけどね、まあ、垂直報道の話だけじゃなくて、やっぱり検察全体のね、今後の在り方はぜひ、まあ、この委員会で議論になりましたんで、重く受け止めていただきたいと思いますし、まだ時間があるみたいなんです。最後一問、じゃあ大臣に通告してますんで、報道の自由からね、今度犯罪被害者とか、まあ、犯罪加害者ですね、まあ、これを、まあ、やっぱり守っていくという仕組みが、まあ、非常に大事だと思いますけれども、まあ、そこをしっかり守っていく仕組み、どうやって作っていくのか、まあ、どう考えているのか、最後に大臣からご答弁お願いします。上川法務大臣。検察当局におきまして、まあ、事件広報におきまして、まあ、刑事訴訟法の47条の趣旨を踏まえ、まあ、さらに今ご指摘いただきました犯罪被害者等の権利利益を、まあ、保護をするという犯罪被害者等基本法の理念、また第4次犯罪被害者等基本計画、この趣旨にのっとりまして、被害者やご遺族の正当な権利利益を尊重すべく、被害者やご遺族の意思、これも十分に考慮して、今後とも適切に判断して対応していくものと考えております。高井隆君。はい、まあ、やっぱり捜査情報とか、ね、犯罪情報というのは本当にそのセンシティブで、まあ、冤罪もあるわけですからね、途中で流れて、さっきの寺田委員の質疑のように、間違ってましたじゃ済まない、間違ってましたで確定してないときに、もう一旦名前が出てデジタルタトゥーになってしまうわけですから、まあ、ここは本当に、まあ、ある意味、報道の自由、憲法のそのね、報道の自由、表現の自由から最もなんかね、距離を置くというかね、センシティブになってもいいのがこの分野だと思いますから、ぜひそのことは重く受け止めて考えていただきたいと思います。終わります。ありがとうございます。
次に串田